NHK の小山と申します。安保法制についてお伺いします。7月に、衆議院の特別委員会で提出された際に、知事は政府は引き続き国会で丁寧な説明と、十分な議論を行い、国民の理解を得るように慎重に進めてほしいというふうにおっしゃっていました。はいはい、17日にも採決する見通しですが、うん、今はどのような考えでしょうか。そうですね。この安保法案というのは、平和国家としての今後の国の在り方に関わってくる重要な法案であるというふうに思ってまして、先ほどおっしゃったようにですね、慎重な議論、あるいはその県民のあるいは国民の不安を解消するように慎重に進めていただきたいというふうに申し上げてきたところでありますが、法案が成立をするとすればですね、それはまたこれで、国民の代表による審議の結果でありますから、そういうものとして受け止める必要があるのかなというふうには思います。広島県民としてはですね、県民の代表性は私が全て語ることができませんけれども、そうして言えばですね、日本がこの将来にわたって、憲法の平和主義を尊重して、国際社会からそういう意味で尊敬をされる平和国家として、歩んでいくということ、またそのために政府が努力をしていくということを望んでいるのではないかというふうに、思いますので、政府におかれてはですね、そういった国民のとともに、この国際平和構築に向けた取り組みに力を入れていただきたいというふうに思うところであります。関連なんですが、十分な議論はされたというふうにお考えでしょうか。十分かどうかというのはですね、私は論評を差し控えたいというふうに思いますけれども、これは先ほど申し上げたように、一定のその国会も国民の代表でありますので、そこでのご判断としての国会審議の結果というふうに、一旦は受け止めるということだと思います。その他質問がある人はお願いします。テレビ新広島若木です。マイナンバー制度の通知が来月から始まると思うんですけれども、各自治体いろいろと対応に追われていて、なかなか全ての自治体のセキュリティの問題などで不安も抱えているところも多いというアンケート結果も出てますけれども、改めて知事としてこのマイナンバー制度県として 今の取り組み、そしてここへの準備と、この制度の意義を改めて伺えますでしょうか。県としては一つにはですね、これ当然制度導入に伴って、いろんなシステム的なですね対応っていうのがあるわけですけども、それについては基本的に進捗は順調というか、特に大きな遅れがあるとかということは聞いておりません。でこれ各市町についても同様で、あります。そういう意味ではこの準備というのは進みつつあるのかなというふうには思っております。あとはその県民への周知であるとか市民、町民の皆さんへの周知ということがあるのかなと思いますけれども、これについても今広報活動展開をしているところでありまして、直近でも県民ダイアリーの8月号にですね掲載をさせていただいております。市や町でもですね同様にインターネットであるとか公募紙を使って、広報活動に取り組んで、おりますが、全般的にですねすごく理解が深まっているかというと、なかなかこれ大変だなというのはですね感じているところであります。でもう一つ情報漏洩という問題が非常に気になるところなんだと思うんですけども、これについてもですね情報セキュリティ対策について、市長も非常に戸惑っているところもあるので、それについては情報提供だとか助言とかということを、やっているところでありますが、
まあ、一応ですね、当面の対策は、まあ、終わるというふうな見込み、これ通知が10月の5日から始まるんですかね、そこまでに一応対策は完了するという見込みではあるんですけども、今後ともですね、セキュリティ対策の徹底というのを、これは当然運用の中でもですね、図って、いきたいというふうに考えています。広島ホームテレビの吉野です。よろしくお願いします。冒頭であった水害の対応なんですけれども、まあ、去年の土砂災害の被災地で広島県としてですね、まあ、被災地で、まあ、去年経験したからこそできる具体的な支援とかっていうのは今どういうことを想定されている、例えば専門的な知識を持たれた職員の派遣とかっていうのは今、まあ、情報収集の最中ではあると思うんですけれども、はい、どういうところを具体的に。そうですね、これはですね、まあ、そうは言っても受援側の、お考えであるとかそういうことがありますので、今まだ大変、まあ、混乱をしている状況なんではないかなというふうにも想像してまして、そういったことが一段落する中でですね、知事会なんかを通じて、これはしっかりと対応していきたいというふうに考えています。まあ、行政としての対応そのものという意味では、この今、まあ、復旧に向けて、堤防の、復旧であるとか、あるいはこのインフラの回復ですよね、まあ、そういうことがあると思うんですが、まあ、そういうことは進んでいるんだろうというふうに思います。であとは例えば精神面でのケアであるとか、そういった部分において、まあ、いろんな付随的なこともありますので、そういったところでですね、お困りというようなことがあれば、我々も お手伝いしていきたいなというふうに思っています。最後の質問としたいと思います。質問ある方は挙手の方お願いいたします。昨日発表が一つあった一般国道317号の尾道小橋からコンクリート片が落下したという件があったんですけれども、まあ、これ本来行われているはずの点検が、まあ、行われていなかったということも明らかになったわけですが、今本当に老朽化した建物件、の建物でも多い中で、改めて、まあ、今回のことをどのように受け止められているかと、県として今後どういうふうに、まあ、こういう老朽化した危険性のある建物についての対応を行っていきたいかという点をお願いします。はい、まあ、ちょっと事実関係を申し上げると、行われるべきだったのことが行われなかったのはその通りなんですが、これは高速道路公社からですね、移管を受けた橋梁で、その移管を受けた時にですね、その点検スケジュールのスケジュール取りが間違ってしまったということなんですね。ですから28年度ですから来年ですよね、来年点検の予定というふうにしてしまっていて、本来であれば25年に点検スケジュールを入れるべきだったということなんです。まあ、入ってたスケジュールを飛ばしたということではなくてですね、そこで誤ってしまったということなんですね。で、まあ、やはりそういうこの手続きの時にですね、犯して、しまってミスということだと思うんですが、やはりそういうことのないようにですね、しっかりとこの点検の実態というところを踏まえて、行われているかということは確認をしなければいけないというふうに思ってますし、それはこういったことだけではなくて、まあ、いろんなこのやはり不具合っていうのはですね、まあ、あるわけなんで、それをこのなんていうか、この特定の事象というふうに片付けずにですね、これは一体他でもどこで起きるのかということをしっかりと考えて、今後対応していかなければいけない、まあ、そこは大変手間のかかるところですし、コストもかかるところなんですが、今
指摘のように、さまざま老朽化した施設が増えているという中でですね、しっかりとやっていかなければいけないというふうに思っています。どうしましょう。広島県道路公社から。あ、ごめんなさい。はい、広島県道路公社にどうなります。ではこれで知事定例会見の方を終わります。次回は10月13日火曜日の13時30分からを予定しています。ありがとうございました。はい。